もみやまゆきのりは大阪府八尾市出身の元プロ野球選手、宇と右みち。プロでは育成選手であった。小学3年の時に少年公式野球チーム、八尾フレンドで野球を始める。天理校の3年夏に首相として甲子園に出場し3回戦まで進出。立命館大学では1年春からベンチ入り。2年秋で遊撃手のレギュラーを獲得すると、 三年で二類種、四年で三類種も経験。中軸を任され、四年や秋には打率3割をキープし、ベストナインに選ばれた。リーグ通算69試合に、出場、226打数59安打、打率、261、5本類打、36打点。2008年、育成ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。春季キャンプ中では、 左鎖骨か静脈血栓症で入院したが、イースタンリーグ開幕戦には間に合い、遊撃の守備固めとして途中出場した。3月29日には2軍初打席で初安打を放った。主に代打、守備固めとして2軍で打率。2 2 6三本類が十二打点を記録。1類、3類を中心に内野の全ポジションを守り、 さらに左翼も19試合守るなど、守備面で大きく活躍した。しかし、1年目は右肩の血行障害、2年目以降は毎年骨折と怪我が重なり、支配下登録は果たせなかった。2010年は、主にフューチャーズやシリウスで試合に出場していた。10月29日、自由契約選手工事がなされたが、11月10日に育成選手として、 再契約した。12月、立命館大学の同期だった東京在住の会社員の一般女性と入籍。2011年11月1日、戦力外通告を受ける。対談後は、ジャイアンツアカデミーコーチに就任した後、2014年に、プルデンシャル生命保険株式会社に入社。2021年現在は、生命保険などを取り扱う。 のりすけの社長を務めている。中学公式野球、高槻中央ボーイズの監督をおさむめており、2020年6月27日には、古巣の巨人と OB スカウトとしての契約を締結。大阪エリアの有望選手の情報を巨人に提供する役割を担っている。イースタンリーグでの通算成績は118試合出場、44安打、8本塁打。 31打点、打率、244、ありがとうございます。